皆さんこんにちは。今回は、3.4 で復刻が確定したフータオの引くべきか。今の立ち位置や性能を確認していく動画になります。はい、フータオのざっくりした概要は。元素スキルで自称して、自身に炎元素を付与して殴る。これが、最も単純な書き方かな。それでは、性能をチェック。はい、通常攻撃。スキル中以外は基本的に振りません。続いて、元素スキル。自称して、通常銃撃落下を炎元素攻撃に。銃撃ヒット時に敵に1倍光を付与。この赤いお花ですね。そして、中段耐性アップ。さらにフータオの HP 上限を基準に攻撃力加算。基本的にこんな感じかな。先ほど少し紹介した1倍光についてですが、4秒に1度ダメージ発生。一度の付与で2回ダメージが発生しますが、基本的に銃撃振り続けるので、4秒に1度炎付着があるね、くらいでいいかと。続いて、元素爆発ですが、フータオの HP に依存して変化します。フータオの元素爆発は敵にダメージを与えて、攻撃がヒットした敵の数に応じて HP を回復。HP が 50% より低い時に爆発を打てば、ダメージ、回復量ともにアップしますね。スキル中の銃撃の後から直接爆発を打つと、攻撃力アップが保存されたまま、爆発を打つことができる PP スライドみたいな、テクニックもあったりします。打てれば強いですけど、締め縄つけてたり、敵の数が少なかったりするという指摘に、2回に1回打つくらいのイメージでしょうか。テンプレベルは正直全部いりますが、優先は通常とスキルですね。その後爆発が良いでしょう。続いて固有テンプですね。こちらは、HP が 50% を切ると炎元素ダメージプラス 33%。こちら、かなり重要に見えるんですが、ゴマをつけていない限りはあまり気にしなくていいと思います。もっと具体的に言うと、ベネットをゴマなしフータオでは全然採用が可能です。特に貫突ベネットですね。ゴマがあればさすがにゴマ効果もありベネットと相性は悪くなるのですが、ゴマなしであればあまり気にしてベネットを外す理由もないかな。もう一つは、スキル終了後、スキル中キャラチェンジした時、フータオ以外に会心率バフをします。こちら、結構優秀です。例えば、勝利を入れて清風をつける場合、発動が安定します。あとは、清風イエランや清風行く秋を採用した場合や、アルベドの花にもスナップショット、バフ中に発動したスキルに会心率バフが保存されるので、縁の下の力持ち的なテンプとなります。継続時間8秒あれば、準備大体終わりますしね。スコア換算すると24を分配、強力ですね。あとは、会心率はほぼ全キャラ恩恵があるのもでかいでしょう。続いて、フータオの凸についてですが、どれも優秀だと思います。中でも特に1凸が一番コスパが良いと思います。個人ダメージを 20% ほど上昇させてくれます。貫凸は、螺旋とかのタイムアタック向けですね。クールタイムが60秒なので、人によったり、状況によって価値が変動します。一応爆発が上がる凸だけは、比較的価値が薄いでしょう。状況次第ではフータオは毎回爆発を打たないですし、どちらかといえば、ダメチャレような凸の気もします。凸るなら一凸が一番無難でしょう。続いて、装備関連。はい、モチーフのゴマがあるのがベターですね。まあ、本人最強武器はゴマで間違いないです。続いて、田中やリアシ等がおすすめです。期待値は KQM では 1% ほどしか変わらんようなので、好みかな。そして、初心者向けには白栄装でしょう。宝箱から手に入る限定武器で、通常攻撃バフと会心率のサブステータスです。使う際は通常2銃撃や通常4銃撃とか、比較的通常攻撃を多めに振りましょう。一応洗顔長槍とかもかなり良いのですが、入手手段の観点や、そもそもフータオのために狙う武器でもない。さらに貫突できる人なんて、そもそも限られている。という観点から除外しております。困ったらこの中のどれかを選択するといいでしょう。
よくスライム槍の方の黒桜の方も勧められますが、最終手段ですかね。あんまり強くないです。続いて、生物。基本的には火魔女かしめ縄が良いでしょう。火魔女を使えば爆発を比較的撃ちやすくなって、しめ縄を使うと爆発が撃ちづらくなる代わりに、通常銃撃のダメージがかなり上がります。行く秋の絶縁と一緒に厳選できるしめ縄が、今から厳選するならベターでしょう。火魔女が改正に追加されたので、まあ、火魔女回しつつ改正とかでもいいと思いますが、しめ縄を火魔女に改正するのは、ちょっと違う気がしております。二頭追うものは一頭も得ずみたいな。そして、妥協枠は火魔女と何かがいいですね。フータオは HP を攻撃力に変換できる都合上、基礎攻撃力は低めに設定されております。ですので、剣闘士やしめ縄なんかの2セットは相性が悪く、楽弾やメッキみたいな熟知プラス80、洗顔みたいな HP プラス 20%、2セットに火魔女があるのがベターではありますが、なければ、洗顔楽弾とかでいいのではないでしょうか。続いて、主に冒険ランク45以下の方かな。強戦士4が最大率を 36% も増やせるので無難です。フータオの突破は会心ダメージなので、生かすには会心が出ないと始まりません。自称で 30% 自分で削れるので、スキル発動するだけで率プラス 36% のぶっ壊れ。引くか悩んでる方はとりあえず4セット分、残しておくとよしですね。続いて、生物のステータスについてですが、基本的には時計は熟知が良いと思います。スクロースやカズハとか入れて、熟知バフをするキャラがいるなら HP が良いでしょう。サブステータスは熟知時計をつけるなら、会心と HP を優先してください。熟知は最終的に100程度を目安に厳選するのが良いと思います。時計に関しては、HP にすると耐久性も増したりするので、ある程度コスパの良い育成をするなら HP でも全然いいかと。編成例はざっくりこんな感じでしょう。見てわかる通り行く秋さえ編成されていれば、どう編成しても基本的に完成します。行く秋をエランに置き換える場合は、風入りでやるならカズハで水変化必須。それ以外だと基本的にエラン無凸では水付着が不足します。二凸エランなら水付着が足りない、ということにはなりません。ということで、強い点と弱い点です。フータオはシャンリンを除いて、さらに、星5で唯一効果力とある程度への範囲的な付着が、可能なキャラクターになります。続いて、ゴマなしではベネットを採用できますが、基本的にはベネットに依存しない編成が可能です。そして、HP 回復が可能なので、マジでやばい、って時は爆発を使えば、回復しつつ無敵時間を得られます。武器も選択肢が広い。正確には、課金度や進行度に応じて、最適になり得る武器があるので、武器面の心配は少ないです。そして、地味ですがサポーターに率バフが負けるので、2周目からとはいえ、嬉しいようです。そして弱い点は、ジャンプキャンセル等が環境や人によってはやりづらい。そして、ベネットに依存しない代わりに行く秋に依存することが多いです。あとは、ある程度の範囲に付着はできるものの、どちらかといえば、集団戦は少し使いづらいでしょう。そこまで気にする点ではないと思いますけどね。あとは、探索だとフータオだからいい。って部分は少ないですね。強いて言えば、スキル中に松明に火を灯しやすいくらいかな。長所短所はこんな感じでした。あ、番外編としてマルチだとフータオは結構使いづらいというか、ヒーラーを編成しづらいというか、若干気まずい感じになるらしいです。自分はマルチしないので。いただいた声を紹介しました。ということでフータオなんですが、アタッカーの中では螺旋での活躍も加味して、基本的に優先するべきアタッカーでしょう。まず、無凸ゴマなしだから弱いということはありません。ジャンプキャンセル、これをどう捉えるか。これが苦手なら引かなくてもいいかもしれませんが、ジャンプキャンセル、通常に銃撃ジャンプキャンセルもですが、これをマスターするだけでこのキャラクターは、最前線のアタッカーになるので、引けるなら引いておきましょう。特に水にフータオや岩にフータオは螺旋安定卓上位の一つですしね。
という感じでした。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。どの目が出るかね。熱々です。